だからいろんなものに使われる、まあ、俗に言うフリースタイルと言われるもの、オールラウンダーというロッドの、僕らがこれをですね、今から十数年前に作り上げました。もともとスコーピオンというロッドはルアーロッドであり、基本的には専用ロッドではありません。ずっと僕らはそれを推奨してきました。でいよいよっていう時に、まあ十数年前にですね、4年間ずっといろんなところでテストしたロッドを出したんですね。それがワールドシャウラというものです。昔は例えばバスだけとかね、トラウトだけっていうのがよくあったんですが、釣りの人口はどん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 伸びてきてるんですね。でそのほとんどの人たちがですね、まさにフリースタイル、つまりいろんな釣りをやるんですよ。管理釣り場のマスからネイティブのマスね、沖縄行きましてトロピカルフィッシュですね。あ、そういえば先週はタチウオもやってましたね、愛媛県に行って。で毎回釣りが違う。でも竿はワールドシャウラですよね、全部。スコーピオン DC は海水にも、ね、対応しているので、あのフリースタイルでね、本当は今回のバスだけに限らず、海のロックフィッシュだったりとか、あとはシーバスだったりとか、いろんな釣りの、ね、こう可能性が広がってくるところかなっていうふうにはすごい感じてます。まあ、本当1本でね、いろんな魚がやっぱり狙えるので、いろんな可能性がね、本当広がってくるかなっていうふうに思います。でその中でもね、やっぱり同じ竿をね、同じリールを使って釣っていくことによって、タックに対するね、こう愛着もすごい湧いてくると思うので、いろんなね、釣りにぜひチャレンジしていってほしいかなっていうふうに思いますね。僕らのスタイルは、あの流行りを追いません。だから流行は僕らが作るものであり、追うわけではないんですね。